ゴールキーパーは高橋です。まずディフェンスラインですが、今日は西本、遠藤、伊織、この3人を予想しました。そしてアンカーの位置に松本直也が入ります。右のウィングバックに渡辺、左が薄井です。2列目は中村俊太と川崎、そして2トップは今日も松本光平と重松というこの形を予想していました。テゲバジャーロ宮崎です。こちらは前節と変わりません。ゴールキーパーが上田、センターバックは奥田と滝沢が入ります。そして右に小川、左は新保です。ボランチは江口と内園、右に徳永、左は北村、そして今日も2トップは橋本と工藤と、こういう陣形になるテゲバジャーロ宮崎。そしてシュート数ということになりますと、やはり決定力さぬきも 8.5% ですので、両チームともその最後の最後の部分、ここに決定力をつけたいところ。さあこれはノーホイッスルでオフサイドはありません。工藤が中に入っていてシュートを狙ってくる。ゴールキーパーの高橋、好セーブです。狙ってきました今のシュート。なんとかしなくてはいけないということで、この2週間練習を重ねてきました。さあそして宮崎、右サイドから小川が上がってきます。ちょっと工藤が今接触して倒れましたが、その小川中に入れてくるって、どうだ、これはオンゴールになるか。30番の伊織に当たって、これがゴールに吸い込まれていきました。先制宮崎。クロスを出していきました。今のシーンです。小川、これに対して伊織が反応して足に当てました。これです。これがゴールの中に吸い込まれていきました。低いボール、足元へのボール、クリアしようとしたそのボールだったんですが、30番の伊織の足に当たって、まだボールキープしている。もう一度渡辺、そして西本、中を見る。さあこのボールを入れられるといいんですが、ワンタッチ、さあどうだ、シュートまでいけるか、キーパーナイスセーブ。最後は渡辺俊太か。28番の中村俊太、今のプレーです。重松からワンタッチで中村、遠藤、縦にボールを出していきました。このターゲット、セカンド中村俊太もいますが、さあそして重松、中村俊太、ゴールキーパーの上田、ここも素晴らしいセービングです。今のシーンです。渡辺、左サイドからこの薄井が中に入れてきますが、面白いボール、ヘディングシュート、決まるか、これも決まらないです。薄井からのいいクロスが入って、最後はダイビングするような形。渡辺に折り返せるか。さあどうだ、重松がシュートを打っていくが、ゴールキーパーのここも上田、チャンスを迎えます。宮崎、中ボールがどうだ、決まったか、決まった、2点目。最後合わせたのは誰でしたでしょうか。ちょっと混戦気配で、最後どうだ、ちょっと混戦気配でどうかというところだったんですが、いやここはノーゴールということです。ここで出してどうでしょう、ファウルがハンドか。遠藤が上がってきて、もう一度内田を使います。内田仕掛けていって、ここでクロスを入れてくる、面白いボール、ワンバウンド、ヘディング、あっと、そして重松、どうだ、押し込めるか、どうだ、決まった。最後決めたのは、押し込んだのは伊織か。内田中に出てきたワンバウンドのボール、ここでもう一度、最後はこの西本が頭で合わせていったか。ここ重松、そして徳永前に行こうというところですが、ちょっと引っかかってルーズボールで、佐々木がこのボールを回収する。前に出していきますが、どうだ、シュートまでいけるかな、シュートを狙ってくるが、これも枠を捉え切ることはできません。頭でついた西本、またある、縦に出てくる、シュート狙ってくる、キーパー高橋、あっともう一度狙ってきた、最後は滝沢だったんですが、
枠を捉えきることができず、ここで笛、長い笛、試合終了。宮崎の選手がこのピッチに倒れ込みました。最後の最後、ビッグチャンスを迎えた宮崎だったんですが、枠を捉えきることができませんでした。1対1のドロー。